どうもこんにちは。大相撲の幕内北青鵬が同部屋力士への暴力行為などをしたとして引退勧告相当、師匠の宮城野親方、元横綱白鵬が監督責任などを怠ったとして2階級降格処分を日本相撲協会から受けました。将来性が期待される大輝も例外としなかった厳しい対処は、暴力問題に対して協会が近年示してきた姿勢を反映したものと思われます。各界では可愛がりと称した暴力が横行し、2007年には時津風部屋で力士暴行死事件が起きました。17年に当時横綱だった春馬富士の暴行事件があり、協会は18年に暴力決別宣言をした上で暴力禁止規定を策定、外部有識者を含めたコンプライアンス法令遵守委員会を発足させ、暴力行為には厳しい処分を下してきました。ただ19年には鳴門部屋の三段目力士や茅ヶの浦部屋の関取だった鷹の富士の暴力行為が発覚、コンプライアンス委員会の答申を受けた理事会の引退勧告決議により、それぞれ最終的に引退をしています。呼び出しの最高位縦呼び出しの拓郎も巡業中の暴力で出場停止2場所処分を受けて退職しました。さらに22年には暴力行為が発覚した伊勢ヶ浜部屋の幕下以下の力士が引退し、師匠の伊勢ヶ浜親方、元横綱朝理事を辞任。他にも20年には中川親方の弟子への暴力や暴言が発覚し、中川部屋が閉鎖されています。そんな中起こった今回の北青鵬の長期間にわたる暴力行為は言語道断ですが、厳罰化したとはいえ各界では暴力行為が繰り返されており、根絶には程遠い現実があるようです。宮城野親方の処分をめぐっては引退時の誓約書も影響しているようです。歴代最多45回の優勝など実績は十分なのですが、現役時代には立ち合いでの張り手や肘打ちのような勝ち上げを繰り返し、納得のいかない判定に対する審判批判などもありました。そのため引退して年寄りを襲名するにあたり、協会から理事長をはじめ先輩親方の指揮命令指導をよく聞くこと、相撲界のしきたりを守り逸脱した言動を行わないことといった異例の注文がついたのです。また相撲部屋では師匠が寝食を共にして弟子を育てるのが通例ですが、協会関係者によると宮城野親方は相撲部屋以外で寝泊まりすることがあり、監督責任は免れないとのこと。引退から2年余りで懸念されたことが表面化したようです。これほどまでに暴力を根絶しようとする背景には過去に起きた凄惨な事件があります。それは2007年6月26日に起きた時津風部屋力士事件。名古屋場所の宿舎において入門したばかりの新弟子時泰山、本名斉藤隆さんが急死を遂げた事件です。師匠の時津風親方は一貫して稽古中に起きた不慮の事故と釈明。ところが翌月、ノンフィクション作家の武田氏が時泰山はリンチで殺されたとスクープするや、一気に風向きが変わった事件でした。被害者となった隆さんは新潟市内で食堂を営む斉藤雅人さんと理恵さん夫妻の長男として1989年10月に生まれました。事件当時17歳、高校を中退したばかりでした。中学から柔道を始めた隆さんは卒業文集にボクサーになりたいと書くほどの格闘技好き。身長182センチ体重112キロと恵まれた体格でしたが、実は相撲経験はなく入門医師も希薄で、素行にも問題があったといいます。当時父親の雅人さんは取材の際にこう語っています。高校までの隆は手のつけられないほどの悪ではなかったのですが、同級生をいじめたとされて無期停学処分を受けた。その後すぐに喫煙が発覚し自主退学となったのです。もともと格闘技の好きな子でしたから、将来は K-1 の道に進みたいという思いもあり、知り合いの誘いに応じ時津風部屋に入門を決めたのです。2007年4月、隆さんは時津風部屋に入門。翌月の東京場所の初土俵では1勝3敗に終わるものの、場所後に時泰山隆のしこ名を与えられました。
入門直後から高志さんは素行不良を咎められることがあったといいます。さらには近隣住民に喫煙を注意されることもありました。5月場所の後には部屋からたびたび逃げ出したこともあったようです。いずれも相撲部屋の生活に馴染めず、兄弟子たちからの制裁に耐えかねてのことでした。親方にとって手のかかる新弟子だったのは間違いないでしょう。7月の名古屋場所に向けて犬山市の宿舎に移動したのは6月22日。高志さんはその3日後の25日の朝にも宿舎から逃亡を図ったのですが、この逃亡がリンチの引き金となりました。宿舎近くのコンビニで高志さんを見つけた兄弟子たちは近くの河原に連れ出し、高志さんに飛び蹴りや殴打を加えました。高志さんの顔はみるみる腫れ上がり、履いていた靴は脱げ泥まみれになっていました。その後も暴行は続き、その日の18時過ぎ、宿舎のちゃんこ場、食事場でのことでした。時津風親方は高志さんを傍らに正座させ、ビールを飲みながら説教をしていたといいます。高志さんの周囲を10人ほどの幕下以下の弟子たちが囲み、正座がきつくなった高志さんが膝を崩すと、すかさず兄弟子が罵声を浴びせながら蹴り倒し、顔を踏みつけたといいます。こうした弟子による暴行の間もビールを飲み続けていた時津風親方は、大瓶後6本を飲み干したところで空き瓶を逆さに握り、自ら高志さんの体を叩き始めました。やがて感情が高ぶったのか、瓶の底で頭部を狙って何発か殴打。そのうちの一発が額に入り、2、3センチほどパックリと割れ、鮮血が顔に垂れかかると、親方は弟子たちに向かってこう言ったといいます。お前らもやっていいから。この師匠の指示で動いたのは3人の兄弟子。こいつに気合い入れてきます。稽古場脇の物置に高志さんを押し込むと、3人は10分間ほど殴る蹴るの暴行を加え、さらには稽古場の鉄砲柱に縛り付けて執拗に殴り続けました。朦朧とした状態の高志さんが再びちゃんこ場の親方の前に連れ戻されたのは23時を回っていました。師匠の指示による暴行が始まってから1時間以上が経っていたといいます。心を入れ直して頑張りますので、もう一度チャンスをください。息も絶え絶えで発した高志さんの言葉をダメだと聞き入れることなく自室に下がった師匠。翌26日の暴行も苛烈を極めました。朝稽古終了後、見学者を稽古場からわざわざ遠ざけた親方は兄弟子たちに命じ、高志さんにぶつかり稽古を命じます。前夜に散々痛めつけられている高志さんはすぐに息が上がり、数分後に倒れ込みました。そして前夜同様の集団リンチが繰り返されました。ある力士は金属バットを持ち出したといいます。やめとけと親方がさすがに制止したようですが、裏山から拾ってきた太い枝で長着し始めても、それを止めることはなくじっと見守っていたといいます。11時過ぎ、高志さんは土俵に突っ伏したまま意識を失いました。心肺停止状態となったのは12時40分頃。命が危ないと思った部屋の若い衆が119番で救急車の出動を要請し、搬送先の犬山中央病院で死亡が確認されました。病院は死因を急性心不全と診断。さらに愛知県警は遺体の検視を怠ったにもかかわらず、病名を虚血性心疾患に変え、事件性なしと発表したのでした。高志が死にました。死因は急性心不全です。父の正人さんは時津風親方からの連絡で息子の死を知ることとなりますが、当時の様子を次のように語っていました。親方の口調は本当に事務的だった。すぐに愛知県警犬山署の警察官に受話器を渡したのです。警察官から高志の生年月日や病歴を尋ねられました。高志が死んだと知りパニック状態になった私には、不審な点を質問する余裕はなかった。急性心不全、ただその言葉だけが頭の中をぐるぐる回っていました。高志さんの亡骸が新潟の実家に帰ってきたのはその日の23時頃だったといいます。遺体の付き添いは葬儀社の職員2名のみ、時津風部屋の人間は誰もおらず、遺体に添えられた心不全の死亡診断書は雅人さんにとってまるで荷物の送り状のように感じられたといいます。遺体は心不全という病名から想像のつかない姿でした。心不全と聞いていたから
まさか高志の遺体が傷だらけとは思ってもみなかった。心の準備ができておらず、遺体を目にして仰天しました。家内や義母も悲鳴を上げて半狂乱状態でした。小学3年だった高志の妹に、見ちゃダメととっさに家内が抱きしめたのですが、遅かった。その後しばらく娘は高志の部屋に足を踏み入れられませんでした。呆然自失状態の正人さんをよそに、行動を起こしたのは妻の理恵さんでした。すぐさま時津風親方の携帯を鳴らし、病名と大きく異なる遺体の状況を激しい口調で問い詰めたといいます。時津風親方は要領を得ない説明を繰り返すばかり。不信感を募らせた理恵さんは翌日の午前中に愛知県警犬山署にも電話を入れ、事実関係を確かめましたが、事故死で事件性はありませんとの回答でした。正人さん夫婦への説明のため、時津風親方が妻を伴い新潟に到着したのは同日15時頃のことでした。斉藤家の人々が遺体を刺し説明を求めても、親方は高志さんから目を背け、稽古の上でのことと答えるのみ。正人さんら遺族は親方の態度に何かを隠しているのではないかと疑念を抱いたといいます。時津風親方の説明に納得のいかない正人さんと理恵さんは、一度決めていた通夜告別式の日取りを白紙に戻し、そして親族の反対を振り切り地元の新潟県警に相談。新潟大大学院法医学教室での公費承諾解剖にこぎつけるのでした。鑑定の結果は多発外傷による外傷性ショック死、暴行による殺人だったのです。凄惨な事件でしたね。このようなことを絶対に繰り返してはいけません。まして親方は指導する立場にあります。どうか今後このようなことが繰り返されないよう、相撲界に良い改革が起きることを願いたいですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価コメントをお願いします。それでは。